まあ、だから上からもすげえミサイル飛んでってる。かわいそう、むしろ。はい、どうもこんにちは。シーサーです。今回もですね、新作スマホゲーム、プレイしていきたいと思うんですけども、今回プレイするね、こちらのゲーム、ウォーシップレジェンド、放置艦隊っていうゲームになるんですけども、こちらのゲーム、なんと、日本時間2020年1月の10日に、iPhone、Android、どちらも同時リリースするね、新作スマホゲームになります。今現在なんですけども、事前登録が行われております。App Store、Google Play、Twitter、Facebook、また E メールなどでね、登録ができますので、1月10日まで受付やってますので、ぜひ登録の方してみてください。さらに、事前登録キャンペーンも行われてます。1万人から10万人までのね、登録者に応じて、豪華な景品がゲットできますので、ぜひね、皆さん登録してみてください。これ以外にもね、ツイッターのキャンペーンもやっていますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、早速ゲームの方やっていきましょう。敵の襲撃かな、これは。くそ、一体何者だ。これ以上は持たない。医療兵。いやー、ひどいね、これは。大佐、大佐はどこだ。ミサイル攻撃、繰り返す。ミサイル攻撃。はい、ということでゲームの方ね、始まったので、まず名前の設定からやっていきましょう。で、キャラもここで選択することができますね。4人の中からね、自分の使いたいキャラを選ぶみたいですね。今回はね、イケイケな感じでいきたいので、この男性でいこうかな。一番左のシルバーヘアが似合うね、この男性でやっていきたいと思います。で、名前の設定も終わったので、これでいきましょう。で、こちらのゲーム、簡単にちょっとね、紹介していきたいと思うんですけども、駆逐艦、戦艦、航空母艦、潜水艦などのたくさんの戦艦が登場してて、で、多彩なね、戦艦をカスタマイズして、自分だけの最強戦艦を作ることができます。始まってすぐね、ちょっとガチャが引けるので、ちょっとガチャ引いていきましょう。おめでとう。新しい戦艦が手に入り、レアリティが星2かな、これはね。必ずや勝利をもたらしてくれるでしょう。ムラサメ型って書いてあるね。次は上級調達を。上級調達だからこっちの方がね、いい上級調達は戦艦ゲットできそう。無料で行います。ぜひ見逃さないでください。1日に1回必ず引けるっていうところもいいよね、このゲーム。さあ何来る。出雲型っていうの来たね。さあ何これ、星4、結構いいんじゃないこれ。なかなかいい戦艦ゲットしたんじゃない。本部がこれほど強力な戦艦を用意しているとは。今回ね、星4の戦艦ゲットしたので、どうだろう、この戦艦で出陣すればいいのかな。これが初めての航路ポイントです。タップして詳細を互角。オートバトルシステム、オートバトルシステムっていうのがあって、基本的にはもう全部放置のゲームになります。で、オフラインの間もね、プレイ可能で、レベルアップに必要なね、経験値集めとか、あとめんどくさいね、素材集めなど、すべてね、オートで楽しむことができます。で、カスタマイズとかね、楽しい部分に関しては自分でね、プレイすることができるので、もうこれ本当にね、時間がなくて、本当にね、めんどくさがり屋にはね、すごくいいゲームになってます。この航路に、なぜ敵艦が。お、ついに敵が来たね、これ。さあ、戦闘してみましょう。さあ、初のね、戦闘ということで、もう防衛していこう。急いで駆けつけてきました。肝心な場面を見逃していませんよね。指揮官閣下、新しい戦艦の引き渡しは順調でしたか。あ、こっから僕のちょっと文章なんで、ここはちょっと読んでいこうかな。あんまり良くない。未知の敵がこちらに接近中だ。この戦艦の性能が優れているといいんだが。警告、まもなく敵軍は攻撃射程に入ります。エイミー、戦闘用意を。さあ、こっからね、戦いになる。2対3ってなかなかきついな。指揮官閣下、戦艦には属性相性が存在します。うまく利用すれば戦闘はより簡単になります。このゲームもポケモンみたいにね、属性というものがあるみたいですね。まあ、炎ポケモンは水に強いっていう感じでね、あるみたいですね。わ、攻撃してる。俺今何もしてないけど、すごい。全部自動だよ。で、出雲型っていうやつがさっき星4の戦艦だよね、これは。星4の戦艦、出雲っていうやつだよね、後ろにいる。
いや、村雨型めっちゃ集中リンチされてる。大丈夫か？すごい集中リンチされてるけど。いや、出雲型強すぎ。ビクトリーということで。いや、もう放置してるだけなんだけど。これでどんどんレベル上がっていくのはね、すごく嬉しいですね。アイテムのね、破片を集めることによって戦艦をゲットすることができるみたいです。で、回収することによって戦艦を解体して素材集めすることができるみたいです。さあ、2回目の戦闘なんですけども、今持ってるね、ちょっと戦艦を強化していきましょう。レベル30までね、楽しむことができます。お見事です。今なら。それでは。さあ、オートバトルで、ね、やっていきましょう。いや、グラフィック綺麗だよね、この後ろのね、背景が。いや、もう、出雲型に全部任せればいいんじゃないか、これ。指揮官閣下、緊急事態です。敵軍は方針を変えて、我が軍の航空母艦に対して潜水艦を派遣してきました。お、やっとここに来て潜水艦来ますね。まあ、強そうだな、顔からしてこいつ。ラーダー型ってやつか。ラーダー型ってやつ、なんか確かにちょっとなんか潜ってる感あるな。何、当たらないのか、これ攻撃。戦艦が攻撃、非攻撃、または撃沈するたびにエネルギーがチャージされている。いやなんかすごいな、相手の方のなんかさ、攻撃のされ具合が悲惨だな。じゃあね、相手もね、強くなってくると思うので、ミサイルをちょっと強化していきましょう。早速、艦隊。そして艦隊。一括装備をタップしてください。一括装備を押すことによって自動で装備してくれるみたいです、これも。なので、あんまりね、戦艦詳しくない方でも楽しめるようになってますね。そしてストーリーかな、これはね。ストーリー 1-3 解放されたんでやっていきましょう。さあ、戦闘だ。いや、なんかすげえ強そう、今回。毎回思うんだけどさ、2対3とかさ、絶対こっちの方がさ、艦隊の数少なくない？さあ、頑張れ！もう本当にね、見守るしかないからね。もうこれでも放置するから、まあ見てても十分楽しいね。自分がカスタマイズした戦艦がさ、どこまで通用するかみたいな。いや、もう圧倒的なさ、武力の差みたいな。もうやばいな、この戦い。また上からもすげえミサイル飛んでってる。かわいそう、むしろ。さあ、戦艦の方ね、ちょっと強化していきましょう。さあ、強化しまくろう。じゃあもうここまで来たらね。で、スキルとか持ってるみたいですね。戦艦レベル7からスキルがやっと使えるようになるのかな、これは。てか、戦艦レベルちょっと30まで上げてみるか。頑張れ！いけるか！オーケー！いった。ということで、戦艦レベルね、出雲型のレベルが30になったんで、これでちょっとね、戦闘の方していきましょう。どこまで強くなったか楽しみですね。まあ、僕のエースなんでね。さあ、いけ！出雲型！どこまで破壊力あるか。やばい。攻撃力やばすぎでしょ、今の1回の攻撃。1229ってさ、次元が違う、1人だけ。てか、出雲型どこ撃ってんの、一体。あ、でも大丈夫、オッケー。楽勝すぎて半端ねえ。待った。もう出雲型強すぎだろ、30レベルの。待って、コンピューター相手じゃないぞ、これ。お、潜水艦ですね、今度相手は。さあ、潜水艦、潜ってるけど普通に食らうんだね。これは。さあ、まず1体破壊して。いけ！さあ、1028、いいダメージだ。てかもう半分相手の HP 削ったもんね。いや、もう周りのやついらないんじゃない？これ。出雲型だけでいいんじゃないか。これ。いや、すごい攻撃力半端ねえな、相手も。さあ、6レベルまでね、上がりましたね。で、こちらのゲームなんですけども、ストーリーやね、世界観の作り込みがすごいね、充実してますので、ぜひ時間ある方はプレイしてみてください。はい、ということでね、戦艦好きな方はぜひ動画の高評価お願いいたします。またですね、これ以外にも新作のスマホゲームたくさんプレイしてますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。